SNS で商売するにはどうしたらいいですかっていう話の時に、よく言われるのが、使い方を理解しようっていう話がまず1個目なんですね。で、使い方が、使えるようになったら、次に先生は何て言うかっていうと、SNS でファンを作ろうって言うんですよ。例えば、フォロワーを増やしましょう、いいねを増やしましょう、友達を増やしましょうって言うんですね。必ず言うんです、まずはファン作りです、ファンを増やしましょうって言うんです。で、ファンを増やしたら次に何て言うかっていうと、ファンと交流しましょうって言うんです、投稿にいいねしましょう、コメントしてもらいましょう、で仲良くなりましょう、わわわやりましょうって言って、仲良くなったら4番目に、ビジネスにつなげましょう。で、質問なんだけど、会社、お店を、買ってもないのに、使ってもないのに、食べても行ってこともないのに、インターネット上だけでファンになって、この会社と仲良くなったから、じゃあ買いに行こうと思って買いに行くことって、1年間の買ったものの中で何割ありますかっていう話です。で、それは、SNS が普及しなかった2011年とこの6年間に比べて何割増えましたかっていう話です。ゼロじゃないんです。ゼロではないんだけど、どのぐらい増えたかって言ったら、半分は全然いってないですよね。インターネット上で知り合ったところから、自分の買い物が半分以上になっていることは多分ないし、3割も2割もないです。結局、今まで通り、買ってるものがほとんどで、で、友達の影響とか、誰かが紹介されて買うことはあるけど、それってすごいまだまだ全然少ないんですよ。SNS はこんだけ普及したんですよ。Twitter 4500万とかインスタの2000万とかって言っててもこのぐらいですよ。じゃあこれが仮に、Twitter はこれから1億人に行くんでしょうかっていう話で、Instagram は5000万に行くんでしょうかって話で、まあ仮に5000万ぐらいまで行ったとして、じゃあ皆さんの購買行動が何割今のパターンで、なんか全然行ったことないし使ったことない会社のものをファンになったかで買うことが増えるかって言ったら、あと倍ぐらい、今皆さんが1割だとしたら2割ぐらいになることあっても8割は違うんですよって思いません？皆さんどうやって買い物をしてるかっていうと、まず最初に知らしめられるんです。これ日本語あってるの？強制的に皆さんは新しい商品とかサービスを、テレビとか、新聞とか雑誌とか、街の看板とかいろんなところで知ってしまうんです。知ってしまって、いいなと思って買いに行く。買いに行く。もしくは、ネットで買うのも含めて買う。まあ、行く、まあ、そのまま買う。で、買って使ってみて初めて、ファンになる。その商品のファンになる。その会社のファンになるっていうことはよくあります。ありますよね。で、この知らしめるっていう方法が、いわゆるマスコミ、マスコミを使った方法が一つだったんだけど、最近ではこれプラス検索です。プラス検索、普通に Yahoo とか Google で検索をする。そしてさっき言った、Twitter で検索する、 Instagram で検索する、 YouTube で検索する、 SNS で検索をすることによってその商品の存在を知ってしまう。その店の存在を知ってしまって、その店が気になるからファンになるんではなくて、ファンになるとは交流するんではなくて、気になったら行ってみる、買ってみるっていうことをして初めて使ってからファンになる。ファンになるっていうのはイコールどういうことかって言ったら、ここで初めてフォローするとかいいねするって話じゃないっていうことです。ファンになった後買ってるんだけど、そうじゃなくて買ってからファンになるでしょって話です。ファンになるっていうことはそもそも難しいんだけど、唯一買う前にファンになる場合があるんですよ。つまり
何かというですね、お店とか企業、まあ一緒ですけど、のファンになることはない。続いて商品、サービスを買う前にファンになることはない。唯一あるのが人です。SNS でやっている人のファンになったら、SNS でやっている投稿している人が、わあすげえかわいいとか、すげえこの人イケメンなんだけどとか、この人優しそうとか、この人なんか詳しそうとか、この人に頼んだら間違いないかも、この人だったら、失敗しないかもっていう、なんかわかんないんだけど SNS の投稿を見てその人のファンになったから、だったら会いに行ってみようとか、だったらこの人に頼んだらいいかも、この人に聞いたらわかるかもって言って、実際に購買行動に仲良くなってつながってビジネスをつなげるってことは確かにあります。確かにありますね。それが Facebook なんです。人としてTwitter は匿名ですよね。 Instagram も匿名なんですね。で、LINE も匿名でやってますよね。で、Facebook は実名ですよね。じゃあこの人としてファンになる条件で何ってことですね。イケメンである、美人であるっていうことが仮にね、それでファンになるっていう条件があるんだとしたら、整形しろって話ですよね。整形したらいいじゃんって話ですよね。これは今外見の話をしています。外見、見た目でファンになる要素を作ればいいんだったら整形した方がいいじゃんって話ですよね。それって SNS と関係ないですよね。 Facebook の使い方を教えてもらうのは大事だけど、実際にやり取りがどうこうってことじゃなくて、外見としてイケメンになれとか美人になれって話とか、ダイエットしなさいとか、胸を大きくしなさいって話だったら、それって整形すればいいじゃんって話ですよね。でもう一個は、これですよね。修行しなさいって話です。つまり あなたの内面を良くしましょうって話です。じゃあそれって修行に行きなさいって話だから、お寺に行ったらとか、なんか一生懸命お願いしたらとか、いっぱい本読んで勉強したらとかっていう話で、 SNS は何とも関係ないんですよね。大事なことはこの人っていう要素で、あなたのファンになってもらうことができれば、商品サービスとかお店とか企業は関係ないっていうことになるので、つまり この状態になれば今日の営業の話にやっとつながるんだけど、これが営業なんです。営業って簡単に言ってしまえば、よく言われてる、もう言い尽くされた言葉なんだけど、物を売らないで人を売れって言うんですね。まず商品サービス売る前にあなたを売らなきゃ、あなたを知ってもらわなきゃ買ってもらわないよってよく言いますね。それはつまりこの話なんですよね。身だしなみをちゃんとしなさいとか、ちゃんとした服着なさいっていうのもそうだし、人間的にね、性格悪かったら売れないよって話もそうだし、っていうことをちゃんとしましょうっていうものが、まず人を売るって話。人を売る場所が Facebook だったら、Facebook で、そういうことを PR しなきゃいけないよねっていうことです。で、問題なのはこのユーザー数が止まったことは何でかって話なんですよ。 Facebook っていうサービスは、素晴らしいサービスだと僕は思ってるんだけど、Facebook はなんで大事かって話なんだけど、これはこれから人工知能っていうものが出てきたときに、人工知能ができないことを Facebook ができるからなんですね。今年のまた流行語になりました言葉で、忖度っていう言葉なんですね。書けなきゃ。忖度っていう言葉は人工知能はしません。例えば、義理とか人情とか、縁とかコネとかつてとか、愛情とか友情とか人情って言葉は人工知能にありません。つまり彼らは、世の中の中で最もいい商品とかいいサービスとかっていうのを、追求するのは得意なんだけど、営業で大事なのは商品が大事ではなくて、あなたの会社のものは大したことないんだけど、せっかく来てくれたんだからとか、一生懸命頑張ってるからとか、
まあ、どうでもよかったんだけど、この人イケメンだからこの人がいいかなとかっていうものがあるから営業って存在してるんですね。だってそうじゃなかったらもう自分の商品を送りつけて値段だけ言って買ってっていうだけで売れるはずじゃないですか。世界一いいものを作ってたら、いいサービス作ったらそれで売れるはずなんだけど、人工知能はそれしかしないっていうことです。つまり、この Facebook の世界っていうのがある。で、残念ながらどういうことになったかって言ったら、その忖度とか縁とかつてとか骨とか人情とか愛情とか友情とかっていうものたちで物を買うっていうのはいらないんだけど、興味ないんだけどっていう人は日本の人口の1億人だということです。つまり ここが増えないっていうことは、みんな人工知能でいい、価格もで一番安いところでいいじゃん、検索して一番安いところ見つければいいじゃんって言ってる人は Facebook をやらなくていいんですよ。Facebook やってる人たちっていうのはそうじゃなくって、せっかくだから友達だから、あの友達のところから買ってあげたいとか、この人、商品は大したことないけど将来性期待できるからね、まあ、陸王の話じゃないんだけど、そういうものがあるからせっかくだからこの人お願いしたいっていうものがここの人数なんですよ。なので、この残念ながら日本ではあのそういう人なんかね、そういう義理とか人情とか大事にしているような国のようだけど、でも実は、僕はこのぐらいしかいないんだと思っています。なのでこういう人たちを大事にするのか、残り1億人ぐらいの人たちを大事にするのか。1億人は今まで通りこのやり方で買ってる、こっちを大事にするのか、こっちって要するにこれ Facebook ってことなので、 Facebook のやり方で営業するのかって話ということです。なのでそのこの SNS っていうものから、今日ちょっと営業の話を今ずっとしてきたんですけど、こういうことをちょっとまず前提として分かっていただけると、自分が営業するときにどっちをやった方がいいかってことが分かるんじゃないかということで、このスライド1枚で僕1時間くらい喋ってるんだけど、ここ大事な話です。ということで、これは今日のこの後出てくるんだけど前置きですごい大事なんです。だからその日本 その人たちが今なんでこういうふうなユーザー数になっているかって話の時に、ちょっと背景として知ってほしいことで、この僕が、SNS を大体2009年ぐらいから、まあ、8年ぐらいやってきた中での総括がこれなんですね。で、あるとしたら、これから SNS の活動であるとしたら、あの、まあ、いかさん詳しくよくご存じだと思いますけど、ここなんです。SNS で検索する人が増えてるって話です。だから Yahoo、Google は今まで通りあるんだけど、 SNS で情報を調べてその会社やそのサービスを知って、その会社のものを買ったりその店に行ったりする人がいるんだから、この数はどんどん増えてるんですね。ユーザー数が増えれば増えるほど増えてるんで、ここは商売になるんです。ここはどんどん増えるんだけど、でこれ以外は今までのやり方ね、マスコミとかその Yahoo とか今まで通りなんだけど、ここが増えてるっていう。で、こっち側のやり方を頑張っていく場合は、Facebook を今のような活用で、ここの人っていうのを売っていくっていうのが、これが営業なので、 Facebook は営業ツールとして一番最適だということですね。じゃあそのブランドがある会社のね、社員さんが今日バッグができましたってやらないじゃないですか。プラドの何々ですって言って、今日私がプラダのなんとかバッグを紹介しますってやらないじゃんって話です。そんなコマーシャルしないじゃんって話なんですよね。で、それはそれやっちゃうと、その人のファンができてしまったら、その人が、独立するから。だからブランドがある会社っていうのは、中の人は出さないわけですよ。唯一出ていいのが社長だけですからね。まあ、社長がさすがに辞めるっていうか抜けるってことはないから、社長は出るべきなんだけど、大企業さんはそれをどうやってやってるかって言ったら、芸能人を使うわけですよね。すでに人として、あ、キムタクが言うならじゃあ私もこの服買いたいわとか、いうような売り方をするのが今人を使った売り方としては、大企業さんはそういうやり方をね、イメージ
モデルっていうか、そういうものを作るっていうのは SNS 的な要素があると。